対しては追い込まれると苦しい、甘い球は少ないがカウント球を1球で仕留めていかないといけないというコメントを出しています。さあ一つジャイアンツとしてもこれ3巡目この1番からというこの回注目ですね。そうでしょうね、落ち着いてますね、初球変化球が入ってますね。点を取ってもらった後大事なイニング、外側のスライダー、先ほどはインサイドのマッスンから2つフォークボールを続けて三振というシーンでしたけれども、そうですね、先ほどは内打って今は外外ですね、そうですね、今のクイックで投げてますよね。クイックで、うん、はい、ちょっと笑ってますか。ランナーいませんが、タイミングをずらそうという田中です。アウトローのストレートはわずかに外れています。ただだからそれぐらいやらないとダメだって自分でもあるんですよね。だから自信満々の田中ではないはずなんですよ、今のやるってことはね。あ、そういうことですね。はい、からも今の状況は伺い知れるということなんですが、ここでフォークボールです。